今回はウォークマン最高峰モデルソニーの NW-ZX2 を紹介いたします。それでは早速使ってみましょう。重厚感あるマットな質感、側面には押しやすい操作ボタン、背面には膨らみがあることで持った際の安定感が向上、機能性と操作性を兼ね備えたデザインです。4インチのタッチパネル液晶、 Android 4.2 を搭載しておりますので、スマートフォン感覚での操作が可能です。 ZX2 はハイレゾ音源の再生はもちろん、徹底した高音質を追求したウォークマン最高峰モデル。アルミフレームに加えて金メッキを施した銅板を採用した新開発のハイブリッドシャーシ、基板との接触抵抗を最小化することでクリアで力強い低音再生を実現します。また ZX1 ではセラミックコンデンサーを使用していたアンプ部分に、 ZX2 ではフィルムコンデンサーを採用したことで音の柔らかみが向上。チャージポンプ電源部分にも良質なコンデンサーを使用したことでボーカルに透明感が増しました。その他にも電源部分やライン部分にも新開発パーツを使用するなど、徹底的に高音質を突き詰めた仕上がりに。この素晴らしい音質をぜひ店頭でお試しください。新しく DSD128 にも対応、 ZX1 に比べて2倍の情報量の DSD 音源が楽しめるようになりました。従来の CD 音源をハイレゾ相当にアップスケーリングできる DSEEHX ももちろん搭載。 Bluetooth に関しては新開発の高音質コーデック LDAC に対応、従来の Bluetooth と比べてなんと約3倍の情報量で楽しむことができるようになりました。 ZX2 は 128GB の内蔵メモリーに加えマイクロ SD カードスロットを搭載、最大 128GB のマイクロ SD カードの増設が可能です。バッテリー容量も大幅にパワーアップ、 ZX1 と比較してなんと約2倍の33時間のハイレゾ再生が可能になりました。移動中もバッテリー切れを気にすることなくお使いいただけますよ。本革仕様のキャリングポーチが付属、最高峰モデルにふさわしい高級感あふれる質感が嬉しいですよね。 ZX2 におすすめの別売り品です。充電しながらいい音でハイレゾ音源が楽しめる別売りの専用クレードル、また日本製の上質な牛革を使用した蓋付きのレザーケース、こちらも合わせてご利用ください。ソニーのウォークマン最高峰モデル NW-ZX2、 ぜひこの機会にご検討お願いします。